皆さんこんにちは、しろくまななみんです。いつもしろくまななみんチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。本日の動画はこちらわかりますか？こちらの色のカバンといえばでけでーん、私 IKEA に行ってまいりました。ということで本日は IKEA の購入品紹介をしたいと思います。こちらはバッグ中なんですが、結構たっぷりお買い物をいたしました。 IKEA に行くの自体はすっごい久しぶりで、この日はもう本当にめちゃくちゃ満喫いたしました。ということで早速一つ一つ見ていきましょう。それではまずはこちら、ででん、これはですねお皿なんですけれども、私実はガラスとかすっごい割れる食器が怖くって、おしゃれかつ割れない食器っていうのを常に求めていたんですね。で今回この何ですか、この割れない素材、この音のやつをゲットすることができました。ちょっと商品名がデザインモニカマルダ、え全然わかんない、ちょっとレシートを、ちょっと名前がわからないのでレシートを出してきました。これはタルリカ深皿ライトグリーンとのことです。あ、これですね、タルリカって書いてありました。このタルリカっていうのの割れづらい深いお皿を購入いたしました。こちらが4枚セットで1499円ということで、1枚あたり300なんぼですかね。この色がすっごいお気に入りです。深めなのでカレーライスを入れたりとか、パンとかここに置いても何にでも使えるんじゃないかなと思って、とっても使い勝手が良さそうです。ちょっと明日から早速たくさん使いたいと思います。お次、ででん、はい、こちらですね、ヒート鍋式コルク3ピースということで、こちらヒートっていうとこのヒートって書いてあるコルクの鍋式を購入いたしました。私いつもお家で鍋をするとき、雑誌、そこら辺の雑誌を持ってきて下に敷いてたんですが、いよいよちょっと雑誌がボロボロだったので鍋敷きを買おうじゃないかと思い購入いたしました。これからね冬がやってきて鍋の季節にもなりますので、これはねもう間違いなく大活躍するでしょうという感じです。こちらが3枚で3個セットで299円ということなので、1つまあ100円ぐらいかな。もしね、なんかめちゃくちゃ汚れたらもうすぐにポイッと捨てて次のように買えれるという安さ、とても魅力的です。これからの季節、鍋の季節に愛用します。次、でけでん、こうね、めちゃめちゃ広いんですけど、IKEA って。その IKEA をまず2階からこう見てもめちゃめちゃ広くて、うわーってヘトヘトになって、で1階に行ってまた同じぐらいめちゃめちゃ歩いて、へーってなって一番最後の方で、え、これ欲しいってなって買ったやつです。なんだろうねこれ、ブラリス、こちらは、あ、ブラリス洋服ハンガーシルバーカラー、こちら1点で299円。これなんか普通のハンガーと違うの、まあ、見てすぐ分かると思うんですけど、これ何だと思いますか？スカートとかズボンをねここにこうかけられるっていう画期的なハンガーです。なんかね3枚ぐらいかな、1、2、3枚、でもたくさん多分かけられる、ちょっと後でかけてみたいと思うんですけど、スカートとかねパンツとかってこういう挟むやつでいつもやってたんですけど、一つずつこう挟んでかけてたので結構場所取るんですよね。なんですけどこれ3つ一気にバーンってここにこうペタってこう挟んでいけるっていうことで、かさばらないと思って早速後で使ってみたいと思います。こちらのハンガーも大活躍間違いなしです。299円お得ですね。ということで次、これ結構お気に入りです。何かわかります？こちらドラガン、はい、ということでこちら1799円
ドラガンジュエリーボックスです。ちょっと開封してみたいと思います。はい、ということで無事に開きました。パカッということで、これがね、ちょっとカメラが映っちゃうんで見せられないんですけど、ここが鏡になってるんです。ここで、その下に箱が3つあります。で、あとここはここでこうやって引き出しになっています。ということで、このジュエリーボックスめちゃめちゃおしゃれだと思って購入いたしました。どんな風に使いたいかっていうと、まずね、ここがこう、わ、すごい、なんか自分の顔が映っ、ここの鏡を見ながらイヤリングとかつけたいなと思っております。なので、このそれぞれにイヤリングだったりとか指輪だったりとか小物類を、アクセサリー系を入れようかなと思ってます。あと、この下の部分にはね、そうね、ブレスレットとかネックレスとかも入れられたらいいなーなんて思ってます。いや、でもネックレスは引っかかるから、まあ何かしら入れたいなと思っております。ドラガンです。ドラガンですって何？ジュエリーボックスです。それではお次、でん、こちらですね。お名前はどれだ、ちょっと名前が見当たらないんですが、多分、あ、これだ、バリエラボックス、多分このバリエラボックスってやつだと思います。299円です。これすごい、中がちょっと淡い緑色になっているんですが、他にもピンクとか真っ白とか薄い水色とかいろんな色がありました。で、今回は好きな色の薄い緑色を選びました。結構ね、これ大きめ、24×17 って書いてあるのは多分サイズなのかなと思うんですが、結構大きめで、私よくペンをね、たくさん使うので、この中にペンとか、あとはポストカードとか付箋とか、この中に入れて机の上に置いておけたらいいなと思って購入しました。世界中でコロナが流行る前は、よく似顔絵イベントとか自分のグッズを販売するイベントっていうのに出ていたんですが、その時色鉛筆とかポストカードとか結構散らばっちゃっていたんですね。なので、もしまたイベントが再開されたら、これに全部ポストカードとかペンとかまとめて似顔絵屋さんやる時に持っていけたらいいなーなんて考えてます。もし今後私のイベントに来る機会がありましたら、これがあったら、あ、この動画で買ってたやつやみたいな感じで思っといてください。ででん、こっち向きでした。モーラ、なんかこれモーラって読むらしいです。北欧の言葉って難しいですね。フェルトペンミックスカラー、なんと金額がこんだけ入って299円という破格の安さです。12色なんですが、なんかこれ売ってたとこの値札の近くに24色もありますみたいな書いてあって、それの見本の写真、すごい淡いペンの色とかがあって、え、24色めっちゃ可愛いって思ったんですけど、どうやら人気らしく、この12色入りしかありませんでした。原色っぽい色で、とっても可愛いなと思います。どんな色なんでしょう。これ気になってるのはね、このグレー、この黄色も結構どういう黄色なんだろうって気になってます。ではお次、こんにちは。ついにうちにも子犬がやってきました。はい、ということで、こちら IKEA に売っていた可愛い子犬のぬいぐるみを購入しました。おー、すごい、これふわふわでクタクタで可愛いです。とても、こんにちは。こちらの子はゴーシグゴールデンソフトトイって書いてあります。こちら子犬ちゃん999円でした。はぁ、あ、可愛いね、可愛いねという、なんかもう本当に脱力感というか、とても癒されます。すごいふかふかで、なんか毛並みも最高の癒しが我が家にやってきてくれました。なんかこのタグもね、長いなぁなんて思うんですけれども、外国っぽくてこれはこれでいいかなって思ってます。今日からよろしくね。 IKEA 購入品紹介は
以上となります。あ、ちなみにこちらのね、 IKEA のバッグ、こちら中サイズ買ったんですが、99円で購入いたしました。長い取っ手バージョンと手持ち用のこの短い取っ手バージョンとあるので、めちゃくちゃ大量買いする時のエコバッグとして使えたらいいなぁなんて思っております。ということで、今回総額が全部で5592円でした。すごい、結構なんか実用的なものを買ったなっていう実感があったんですけど、5592円に収まっていて感動しました。 IKEA っておしゃれで安くてとてもいいなって思います。もし皆さんも IKEA に行く機会があったら、商品ちょっと探してみて、あ、これナナミ持ってたなみたいな感じで思い出していただけたら幸いです。また何か購入品ありましたら、どんどん動画撮っていきたいと思いますので、これからも白くまナナミをよろしくお願いします。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画はこれにて終了です。また次回の動画でお会いしましょう。それでは以上、白くまななみんでした。さようなら。こちら、早速ズボン類をやってみたんですが、すごいですね、これ。ちゃんと1、2、3枚収まりました。多分これね、ここも使えるからマックス5枚。1、2、3、4、5枚いけるんじゃないかなと思います。これは一気に収納できてとっても便利です。グッ。はい、ということで、こちらジュエリーボックスを設置いたしました。こちらは玄関なんですけれども、私はいつも出かける前にイヤリングとかつけるので玄関に置いてみました。これね、よいしょ、こうやってイヤリングと指輪をまずは入れてみました。今後またアクセサリー類入れていく予定です。これめっちゃなんかおしゃれでいいですね。すぐに鏡でつけた感じ確認できて、しかも木がおしゃれです。とても良い感じ。グッ。はい、ということで、こちら収納ボックス、取り急ぎこんな感じで設置してみました。ポストカードと、こちらペンケース、いつも使ってたペンケースちょっとぶち込んで、さっき買ったペンたちといつも使ってるペン、そして修正テープと付箋、マスキングテープを入れてみました。すごい、なんかペンとかまだまだ入りそうなので、また後でペンを足したりとか、いろいろ使い勝手が良さそうです。すごい、なんかこれ一個でこんなに、ちょっと重いな、これ一個でこんなにたくさんペンが入ったということで、お家でお絵描きするときに別のお部屋で絵描きたいってなったら、もうこれをこうガッと持っていけば描けちゃうみたいなお絵描きセットが完成しました。これからこれを机の上に置いて、ちょっと絵を描いていきたいなと思っています。いいね。